今夜はジャガトロです。マッシュポテトをそこに敷いて、マッシュポテトの味付けは、ジャガイモをマヨ、まあ、俺やるのは塩コショウ、もうそれだけです。まあ、潰したジャガイモですね。それをそこに敷いて、上に、ウェイパー、まあ、この、今回で言うなら煮汁も足しました。あの 豚とか手羽元煮込んでる煮汁、液肥中華で、ニンニク、生姜、しめじ、ひき肉、白ネギ、なんかその辺いっぱい入れてあんかけにしてます。まあ、中華味のあんかけをかけたらいいです。これがうまいんです。今日はビールいただきます。はい、というわけで週末、明日から週末ですね。1週間皆さんお疲れ様でした。明日私は仕事しますけども、よしこ、腹はそんなむちゃくちゃ減ってないけど、ちょっと酒飲みたいな。というわけで、あ、はいどうも、パチムス協会でございます。というわけで今日はジャガトロでございます。孤独のグルメでやってたやつ、はい、でおビールいただきたいと思います。というわけで乾杯。あー、今日は湯船しっかり使ってきたんでね、気持ちがいい。こんな感じ、わかる、これ、うん、よくマッシュポテトがこういうポテトに中華あんかけかけよう思ったな。考えてる天才は、うめ、うん、生姜とニンニクを入れてくださいね、うん、あ、うめえわこれ、まあ、簡単ですね。ぜひとも、まあ、じゃがいもレンチンしたらええやん、うん、10分ぐらい、3個ぐらいね。それを熱いうちに潰して、マヨと黒胡椒を混ぜて、皿の下にペタペタとへばりつけて、で、好みの中華のあんかけ、うん、よー、うん、今日はね、動画をね、めっちゃ投稿した日なんですよ。まあ、飯動画に関しては一本、まあ、これ、9時、10時ですわ。もう10時なんで、この動画はもう明日にします。ですね、今日は飯動画1本ねんけど、金曜日ね、うん。金曜日のこと言ってますけどね、うん。アニマルチャンネルのアクア動画、水槽をね、ちょっと自作してたんですよ。まあ、水槽自体は自作じゃなくって、オーバーフロー水槽っていうのを、普通の水槽をオーバーフロー水槽っていうのにしたんですよ。それを改造したね、うん、工作動画、完結編で投稿して、編集して投稿してね。で、ゲーム動画はね、今日はゼルダ、ゼルダ毎日上げてるんですよ。毎日上げてるっていうか、もう日曜日で終わりなんで、終わりなんですよ。もう全部編集して、予約投稿、予約公開ね、時間だったら自動的に公開。だからこの飯動画のね、この家計動画とかも、7時とか8時にぴったり上がってる時は前もって投稿してあるんですよ、タイマー投稿ね、うん、いうのをやってる。それだからゼルダは最後まで投稿してて、で
プレステのフリーゲーム、今フリータダでできるニオーっていうゲームを撮影して投稿して、それも7日間だけやるっていうね。とりあえず7日間、まあその後続けるかわからんけど、7日間だけやるっていうニオーで今日発売したデスストランディングっていうゲーム、それが面白いんですよ。まあ、面白いっていうとこが言ってんやから、まあよくわからない、荷物を運ぶっていうね、もうなんかもうちょっと地球滅亡の危機なんかわからんけど、おかしなことになっちゃってる地球で荷物の運び屋さんの話なんですよ。それ今日2本投稿してね、毎日1本ずつでもそれいいかなと思ったんやけど、デームってねオープニングすごい長いんですよ最近のやつって。本編がちゃんと始まるまでだからその内容が分からへんから、ストーリー性のあるゲームやったら分かんないよ、まあ、マリオみたいにさ適当にどっから始めるの多少は分かるようなゲームじゃなくてね、物語とかその世界の背景とかさ、どういうもんか分かせ、説明するためにすごく長いんですよ。なほとんど何もやってないのに、今チュートリアルみたいなんで1本終わったから、もう1本ちょっと話がちょっと進むぐらいの動画を撮ろうと思って撮ったんですよ、仕事終わりでね、そう撮ったの。で基本最近は初見プレイあんましないから、あらかじめやってそれから撮影するんで、そんな長くならないんですよ。初見プレイとかでやるとね、2話は初見でやってるけど、初見プレイでやると長くなるんですよ。分からへんし、謎も解けへんかったりすると。編集が大変なんで、最近は初見であんまやってないな。今年だけど、発売日に買ったゲーム3本目かな。モンハンをアイスボーン入れたらね。確か、多分そんなもんちゃうかな。あとバイオハザード RE2 と今回のデッドストランディング、来年はね予約しますよ。ファイナルファンタジーの7のリメイクと、あのもう予約したけどね、ラストオブアースの2。結果ね、今11月になったとこじゃないですか。もう来年の5月のゲームとかも予約始まってるんですよ。すごいね、ほんと。あとエヴァンゲリオン新世紀エヴァンゲリオン劇場版、来年6月公開らしいですね。延期せへんのかな、大丈夫エヴァンゲリオン。さすがに今度は完結でしょ、新エヴァンゲリオン劇場版。ジョハキューはジョートハーはブルーレイで見て、キューは映画館で見たんで、今度の新エヴァンゲリオン劇場版も映画館で見ようかなと思ってるんですけど、いよいよ来年完結ですよ。楽しみなようなちょっと不安もある。どんな終わり方するんやろみたいな、よくわからんまま終わんやったら嫌やな。ある程度なんかなんとなくでもちょっと分かるような感じで終わってほしいな。エヴァンゲリオンっていうのはちょっとね、わけ分からんようにしときゃええみたいな節がちょっと俺の中にはあるんですよ。エヴァは基本的に一番最初の元々のやつの世代なんで、やっぱ楽しみですよね。全然違う話になってるからさ、1本目の映画の時はもうほんまに、まあ普通のエヴァンゲリオンの報酬編やもた最後にちょっと変わってくんだよ。でその次のやつでも全然違う話になって、9なんても
なんじゃみたいな、なんじゃねえみたいな、全部が何も分からず終わった、なんじゃこらみたいな、うん、あ、もうなくなるわ、腹たまるけどな。ほい、俺昨日ポテロも食べたんや。どんだけじゃがいも好きやねん。今ね、ツイッター見てたらね、今日俺カレー食べたんですよ、お昼にね、カレーライスと鶏南蛮そばです、うん、すいません、鶏南蛮そばね、食べたんですよ。まあカレーライスとそば食ったわけですよ、昼ね。動画でツイッター見てたらね、リアルの知り合いの子がカレーそば乗せてたんですよ。マイクあれもトロトロの、もうあのなんていうのかな、片栗の効いた感じですね、スープに。いや俺カレーそば食いてって思ってたな。カレーそばっていうかカレーラーメンに近いかな、白い麺やし。焼き鳥やわ、明日カレーそば食べてまうかもしれん。だってまだ煮汁残ってっからさ。うん、てか腹いっぱいだったわ。この量の芋をね、酒飲みながら食えへんわ。うん、お腹いっぱい、ビールも入ってくれるし、うん、あとなんか用持ってないな。あ、そのデッドストランディングというゲームの主人公がウォーキングデッドのダリルじゃないですかって感じでしたけど、そうみたいですね。俺ウォーキングデッド見てないんで分からへんけど、調べたらね、ウォーキングデッドのダリルでしょ。うん、そうでした。見てる人からウォーキングデッド人気あるね、海外ドラマやからさ、見てる人多いからそれ分かったよな。あのインスタグラムの方とかにもね来てました、ダリルですよねって。うん、結構見てんやん、うん、ダリルです。まあというわけでね、もう今日はちょっともう早めですけど12分ぐらい、12、3分ぐらい、腹いっぱいやもん、うん、まあ飯動画でしたね、ほぼね、晩酌動画でこの辺で終わりたいと思います。だけでごちそうさまでした。まあシンプルな動画でした。良い休日をお送りください、皆様ね。はい、あと風邪には気をつけてください。私もこの後薬飲んでいきます。